さあさあ、ああ出だし大変な球になっちゃったからな。あれになるという、あれ100円落ちた。あれになるということはだ。こうしてこうしてこうこうか。こうしてこうしてこうで。とりあえずまっすぐになったけど、これじゃ飛んでかねえな。真ん中には行ったけど、コースで初打ち、ドライバーに続いて今度これですね。コブラの7番ウッドオフセット LD。 でもこんな顔してるんですよ。スペックは何だろう。VS47 シャフトわりかししっかりしてんじゃないかな。 VS だからロフトがわかんないんだよな。ただ見た感じ結構ありそうなんだよ。お、軽い。今日初使用のドライバーがこちらですね。スイープ、プロギアのスイープ、これをですね、まあ、あのモーニングシャドースイングライブからの一発目ドチピンだったんですけど、まあ、今のね2ホール目のティーショットはまっすぐ行ったんですけど、まあ、距離は望めないかな。ただこれ面白いのもシャフトがノイジーどっちだろう、三重子上迫さんとマミヤのコラボのシャフトにリシャフトされてるという非常に面白いクラブでございます。シャフトはね、まあいい感じなんですけど、うん、で2ホール目は合わせてまっすぐねフェアウェイ飛んでったんですけど、うんって感じかな。やっぱ距離とかはね、あのプロギア ID ナブラレッドの方が全然出ますね。まあただ今日はねちょっと1日これでやってみようかなと。あと他にもねいろいろ今日は初打ちがあるので、ティーショットの待ちの時にねいろいろご紹介していきたいと思います。とりあえずね鉛がねこことここのへこみに2つ貼ってあったんですけど、とりあえずこの2箇所剥がしたんですけど、ラウンドしながらあとここを全部剥がしていきたいなと思っております。親切に高低差まで書いてある。-6.8144 でね、ピンもね手前なんですけど、今日初打ちのこれさっきセカンドでも使ったんですけど、これでちょんって行ってみたいと思います。まあまあ風もあるし、さっきそんな飛ばなかったんでいいんじゃねえかなということで、アプローチ風は左から、ティーグラウンドは左足下がり、そのままちょんとやってあげればいい感じになるんじゃないかな。いい感じよ。あ、さすがにピン、はい、でも乗りました。はい、どうぞ前へどうぞ。まあピンハイ行っちゃったんですけど、とりあえずオンですね。まあああいうゴルフもありですよ。ちょーんとってかなりでかい番手ですけど、かなりってほどでもないか。なんかフェアウェイウッドなんですけど、グースネックチックで非常に面白いですね。でシャフトがねアルディラ VS、 ピンと合わないな。プロと 47L RDRVS US もんかな。そんなにどうだ、鉛外して、あ、軽くなった。あ、いいね。なんであんな鉛いっぱいくっつけてたんだろうな。全然良くなった。あ、全然振りやすい。これは何？エッグ17度 M30。
見えない席が。すごいな。はい、飛騨剣士をマダムのクラブで打ちます。オンオフ 11.5 度。これで打ってって言われたんでこれで打ちます。まあまあまあ、シャフトは47グラムのトルク 6.3、 中上司、私の好きな感じだわ。そんなにブルブルしないじゃんこれ。苦しい。どっちにしても苦しいんだな。マスクしてもしなくても。もうちょっと下げる。よいしょ。これいいじゃん。まっすぐでフェースも。ひん曲がってないわ。ちょうどいいんじゃんこれ。こうで。全然いいですよ。センターちょいヒール目だったけど全然いいですよ。こればっかりだもん。ほい、ちょっと左目からのイメージで。ほい、ちょい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 、さすがにでかいか。186、打ち下ろしマイナス 10.7 だって。打ち下ろしまでちゃんと書いてくれてるのね。ただね、上げ上げなんでちょっとこれでいってみます。 X17 度、 M30、 こういうことですね。風が分かんないね。これでちゃんと打って低くいくのが上がるのかも分かんないけど、どういう球になるかな。こっち目から あらぐちゃぐちゃのとこ行った。すげえ音。さてと、このノイジードライバーなんとか。マダムのオノフは扱いやすかったけど、さすがのオノフ。この人がね、意外とこのシャフトがしっかりしてるんだよ。だからこれでこうで。あらら、たっけー、フォローでよかった。すげえ球高い。あれを低くしたいんだよな。それにはもっと振らないで。ちょん、こればっかり、これの出番ばっかりだ。これ、これの7番ね。ちょっと何年ぐらいだろうな。このグースネックがいい感じ。ポンとポンと軽く。これうまいな。上に吹かせられた。あ、全然弱えや。加減しすぎだ。さあ、どう扱うかな。こうで、こう、こ
方で、おお、いいね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 、なんとか合わせたね。これちょっと今度大きめのフックで右の木からもうちょっとこうか、このぐらいでいくか、右の木からちょっと、まあいいや、全然前に飛んでかねえ。今度はさっきと違うエッグ、なんかちょっと違うんだな、こっちの5番M35 だからさっきよりちょっとあれか、これはえぐれてる方だ。何が、あ、まあ、こっちの方が予想技術じゃん。まあ、なんだ、ブフォッと落としたぞ、素振りしたら。なんだこれ、トップだよ。よし、転がれ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 、なんだこれ、感じが全然違うな、これ。よし、この後はこれさ、どうやっていくか。ビヨーンと打ったってどうせ飛ばねえんだからな。フォローだからまだいいんだけどな。ここでやってみよう、本当のチョン。あら、曲がっちゃった。あ、でも広いから大丈夫か。肩ドロ、肩ドロ跳ねたな。どうやって打とうかな。あんまりフック低い球打ちてるんだよな、これでな。転がる球、しみじみ右に出して、こうか。もうフォロースルーなし、フォロースルーなし。ここで体このまま、あー、まあ飛びはしないわな。なんだか、はい、これですね、エッグ。これ何代目のエッグなんだろうな。午前中最終ホールでね、使ったんですけど、こう後ろがえぐれてるやつ、後ろえぐれてるやつって最初の頃かな、こういうやつね。 M35 で41インチ、R2 18度。おー、ぼちぼち打ってっかな、まだかな。よし、もういけるか。365つとかな、もうちょっと、もういけるか。あれで残り100ヤード過ぎた。あ、もういけるか。よし、なんかなんだろうこれ、すごい空気抵抗がすごい変な感じ。ちょっとクローズ気味の引っ掛け、もういいじゃん。全然球上がっていかないね、これ。球上がりにくいね、これ。5番のくせして、なんだこれ。ほんと今日はね、こればっかり使ってるの、これ。コブラの7番、このなんつの、このオフセットっつの、これ。オフセットって書いてあるね、オフセット、このグースみたいなの、これがなんかね、いい感じ、気に入っちゃったよ。ちょっとこっちから、よし、ちょっとこんな感じで、こんな感じで、ちょん。どうで、あ、左からの風か。まあ、どうやったって飛距離が変わってんだよな。めちゃめちゃ低いボール打ちてえな。どうやったら低くなるかな。低くやろうとするとチーピンになるから、残してこうか、こうか。そこの白い球に当てるぐらいの感じで
70ぐらいアゲンストで。で、これ前半使えなかったの、これ。5番。これもね、面白いの、オフセットなのよ。これ。こんな感じ。なんか、ちょっとグーズみたいになってんだわ。で、シャフトが、純正でツアー AD ですね。4号の L。どれ？アクション。どこ落ちた？めちゃめちゃ落ちやすい。球の浮きにくいズームの5番で。これ、後ろに揺れてるから多分浮きそうだけどね。浮かないんだね、これ。うわー、強弾道だね。おー。おー。いいわ。M35 いいな。5番打った。長えなこれ。左足上がりでこのアゲンストじゃいかねえなこれ。ああ手前だね。いかねえやな。しゃあ。本当に吹けねえなこのクラブ。はい、次、マダムの JGR10.5°。 R です。これ普通だよ。